千年の都京都。平安時代の貴族が築いた雅な文化が至る所に残る。京都の春は桜で始まる。桜が咲き始めると街は一層華やいだ雰囲気に包まれる。古都での楽しみは京料理。その美しさに酔いしれる。地下を流れる名水が育んだ極上の日本酒。京都はまた数々の工芸品を生み出してきたものづくりの町。受け継がれてきた伝統の技だ。秋、木々は燃えるような赤をたたえ、移ろいゆく季節を感じさせてくれる。貴族たちが愛した変わらぬ景色に思いを馳せる。千年以上も昔から平安貴族が思いを馳せた海が京都にある。太古からの波が育んだ険しい海岸線が京都の海ならではの絶景を形作った。海を体で感じる魅力的なアクティビティ。豊かな海は食材の宝庫。京都の海が育てた味を求めてにぎわう。歴史に裏打ちされた伝統の暮らしや技。一年を通して祭りや行事があり、日本の心に触れることができる。冬が訪れると丹後の海は一変する。丹後は古来より酒造りに欠かせない技術を発揮した湯治のふるさと。冷涼な環境と伝えられた技術がうまい日本酒を醸す。都京都を豊かな資源で支えてきたのが京都の森だ。手つかずの原生林が残された足湯の森。自然はまた古来より信仰の対象でもあった。広大な森は旅人たちの遊び場にもなる。豪快な川の魅力を体で感じる。森と水が育む
四季折々の食材が癒してくれる。人々は森と共に歩み、自然の恵みをものづくりに生かしてきた。今も先人たちの技に触れることができる。京都の森はまた花の宝庫。咲き誇る可憐な花に心を奪われる。雪が覆う冬、森の楽しみは夜にこそ。世界で愛される日本茶、そのふるさとは京都にある。品のある香りと色、旨味を追求し続け800年、日本のお茶文化を支えているのが京都山城だ。遠く1000年も昔、貴族に愛された別荘地宇治。山城には平等院、岩清水八幡宮など国宝が点在。ありのままの歴史を感じられる。日本茶に適した土地山城、栽培方法や煎茶製法を編み出した先人たちの知恵と努力で日本茶のトップブランドを誇る。この土地でこそお茶の真髄を体験できる。山城は雄大な自然も有する。日本のカヌー発祥の地でのカヤッキングや天然の岩を登るボルダリングなど、さまざまなネイチャースポーツを楽しめるのも大きな魅力だ。山城はまた花の名所。四季折々に美しい景色が広がり、旅人の心を癒してくれる。日本最古の物語と言われる竹取物語。竹の里お得にはその発祥の地の一つと伝わる場所。かつて都として栄えた長岡京をはじめ、豊かな歴史に育まれた地域だ。竹の里お得にを代表する景色が竹の道。竹林は美しいだけではない。春になると土の中から新しい命が芽吹く。お得に地域のタケノコは京料理の代表格だ。竹はまたさまざまに使われ、京都の伝統文化を支えてきた。幾多の人々が歩いた歴史街道、江戸時代の風情が色濃く残る。豊かな緑をたたえた天王山のふもとで自然と美に触れる。斬新な発想で生み出されたお得にならではの新たなグルメも面白い。青々とした青もみじのトンネルは秋になると真っ赤に燃えるもみじの特等席になる。